すははいみなさんこんばんこば若村ですさあ本日は。 5月の18日木曜日です午後の7時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日もですね暑い一日になりましたまあ全国的に気温が上がりまして関東では午前中から30度を超える暑さになっていたようです 今日は東の方ほど高い気温を記録した地点模様で、まあ、もちろん京都も今日は三十度を超えたんじゃないかと思いますけれども関東の方でたくさんの地点で三十度を超える真夏日を記録したということなんです昨日京都かなり暑い,暑いですね日が続いておりますけれども一点ですね京都も今日は午後あたりから少し雲が多くなりまして明日は雨模様ということなんです 明日は最最高高気気気温温ががが23度の予想にになっていいまます。す。一7ぐら下りもう何を着ていっていいのかわからないぐらいですね。本当に毎日、今日の最高気温を睨みながら今日は、えー、この服装で行こうとか明日はこれがいいなとか本当に気候が目まぐるしく変わりますので、まあ、皆さんもちょっと、ね、お気をつけいただきながらお過ごしを、ね、いただきたいと思います。 さあ今日はですねこちら後ろに楽旅京町屋の洗剤というこの京町屋の一番中心となるお,にわお庭を背景にですねちょっとライトアップもしまして皆様に見ていただいております今日もまだ少し空に明かりが残っていますただ雲が少し暑くなっていますのでだいぶ暗くはなってきましたけれども奥にあるお茶室に付属する路地とこの後ろにある洗剤という 一番中心のお庭と今、私がいるこの大座敷には北側と南側にお庭が2つありますので本当に今、涼やかに風が吹き抜けていますなんとかまだ、ね、湿気がそれほど高くないとはいえ、ね、今日あたりはちょっとじめっとしましたけれども真夏に比べるとまだまだ大丈夫かなと思います。こうやってて窓を開けていると 今夕暮れとなって、気温も少し落ち着きましたので。一番この京町家にとっては気持ちいい時間帯になるかと思います。今日はこの後、木曜日ということで、らくたび大学校一般講座があります。今日十八日は、第三週目の木曜日、そう。私、は若村の担当する第三木曜日となりますので。この後、十九時三十分からは、ズームに切り替えて。 楽旅会員の皆様、オンライン講座、楽旅大学校一般講座ご受講の皆様は、19時30分から、京都コツコツ学でお会いしたいと思います。ということで今日はちょっとね、凝縮版のお届けになりますけれども、今日はですね、この後のオンライン講座が、まあ、ある意味4公演目になるんですよ。今日朝一番は、シニア大学の方にお伺いをさせていただきまして、そう、今年は、 工房大師空海生誕1250年を迎えているということで今日の講義テーマは工房大師空海90分講義をお届けさせていただきました、まあ、以前にもこのオンライン講座でも楽旅から空海について120分2時間にわたるオンライン講座をお届けしました100名近い皆様がご受講いただきましたけれどもこのオンライン講座でも 空海120分でも収まらないぐらいもう伝説に満ちた弘法大師空海ですから話すことはたくさん山盛りあったんですけれども今日はさらに90分でぎゅっとこう空海の魅力をお届けしました今日はもちろんリアルの講座でしたので皆様に空海のご生涯とゆかりのお寺そして さまざまですね法要なども今年は営まれていますのでそのあたりの魅力をね、ギュギュッと90分でお届けをしたという講座がありましたで午後はちょうど楽旅京町家の道向かいには京都リビングさんのビルがあります今日はこのリビングでも講義がありましたもうテーマはね全然変わりましてリビングさんでの講義は上賀茂神社と葵祭りということで まあ先日路頭の儀が行われましたけれども鴨の神様と天皇家のつながりやまた上賀茂神社の古き歴史と建物の由緒など上賀茂神社を中心に今月行われました鴨祭り通称葵祭の紐を解いて講義を行いました90分の講義でしたで今このライブ配信をまあ ある意味3公演目でこのあと19時30分から楽旅大学校一般講座でまた60分のお話をさせていただきますので90分90分このライブ配信はちょっと10分ぐらいかなそしてこのあと60分ということで今日はねもう皆様にたくさんの京都の魅力をね公演講義でお伝えさせていただいているという一日なんです。 まあこういうふうにね、講義というのはもう本当にテーマが多岐にわたりますので、午前中は空海で密教についてこう語ったかと思えば、夜、夕方はですね、午後はですね、葵祭りとかね、もう仏様から神様まで。で、この後は京都コツコツ学ですから、何が出るかわかりません。また興味のある方、楽旅大学校は楽旅会員の皆様にお届けするオンラインの有料講座で、 まずは会員になっていただきまして、その後に開放誌が届きます。タビ通信とタビ大学校の開放誌が届きますので、オンライン講座はこのタビ大学校の方にカリキュラムが書いています。これをご受講いただくと、オンラインで京都から毎週木曜日、講師が週替わりで様々なテーマで京都の魅力をお届けする、そういうオンライン講座がありまして、 第3週目が私の担当でそのタイトルが「京都コツコツ学」はいコツコツ京都を学びましょうコツコツ京都を楽しみましょうということで、まあ、このあと19時30分からねこう数字のくじを引いて100の位10の位1の位と3桁の数字を引いて京都検定の公式テキストのページを決めてその 9時で出てきたページのことをね、まああだこうだああだこうだお話をするというねそんなまあ楽しいどんなジャンルのテーマが出てくるかわからないというねそういうコツコツ学で、まあ、いろんな滝に渡る京都を皆さんと一緒に楽しみましょうという、まあ、そんなオンライン講座になりますのでねさあこの後ですね19時30分から楽旅会員の皆様でオンライン講座楽旅大学校ご時講の皆様はぜひ ズームの方でこの後お会いしたいと思います。明日はね、この京町屋で修学旅行の関東、東京の中学校とオンラインで結びまして修学旅行の数ヶ月前になります。これから判別研修で、判で自分たちで行くお寺神社を選んで修学旅行に行きます。そのコース作りのお手伝いで、明日午前中はオンラインで 関東東京の中学生とインターネットを結んで講義をする予定なんです。明日はね、午前中のその一講座のみということで、午後は、あ午後はね、私のパソコンが変わるんですよ。機種チェンジということで、今のパソコンがね、6年間使ってまして、もうバッテリーが全く機能してないんです。今もう電源に接続しなければ バッテリーゼロなので、全くね、充電できないんです、もう。6年使いましたからね。で、容量もパンパンでね、もうさすがに、交換してくださいということになりましてね、明日、パソコン交換があるんですよ。なので、ちょっと午後の1時ぐらいからパソコンが使えない状態になる可能性があって、まあ、ちょっと係の方にも、専門でこうパソコンのですね、データ移行などしていただきますので、 もしかしたら明日午後3時のライブ配信ができるかできないかということなんです。明日夜はちょっと難しいので、もし明日可能であれば、午後3時に新しいパソコンか、このまま古いパソコンかでライブ配信を行うことができるかなと思ってますので、ちょっと明日難しければ次回はですね、日曜日になります。土曜日は東京学習院での講義がありますので、ちょっと日帰りで行ってきます。もう日帰りで土曜日はですね、東京に行きまして、 で日曜日はまた京都で散策がありますので夜に7時にまたお会いしたいと思います。ということで今日はここまでとなります。さあそれでは合言葉で締めくくりたいと思います。皆さん合言葉は「きっともっと京都を好きになる」。 この好きになる、とっ皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、京都を好きになる、ということで、 ラクタビ京町や外のお庭もだいぶ暗くなってきました今日19時からスタートしましたラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へぜひ明日できれば13時からあじゃあ13時だね15時ですね午後3時から行いたいと思いますちょっと難しければ日曜日の午後の7時にお会いしたいと思いますそれでは本日もご視聴いただきましてありがとうございましたそれでは 学旅大学校一般講座ご受講の皆様この後、Zoom でお会いしたいと思います。では、ポチー